鶴峠を通る山梨県道18号上野原、田場山線鶴峠は、山梨県北鶴郡小菅村あざ、白沢、調作の間にある峠。標高870メートル。鶴峠を表すものは、バス停のみ、バス停のすぐ後ろに登山口の案内表示がある。調作観音は南へ少し下ったところにある。飯尾行きのバス峠付近から北たは、白沢側が、 南へは鶴川がそれぞれ流れており、峠付近は両河川の水源の森になっているとともに、両水系の分水嶺になっている。また、峠付近は山東山への登山口になっており、奈良倉山、松姫峠方面への参道は、ハイキングコースとしても利用されている。小菅村の調査地区と、その他の地区を結ぶ道として、古くから多摩山村、 小菅村と上野原方面とを連絡する要所として歩かれていた。同じく山梨県内の連絡に歩かれていた松姫峠などに比べると標高が低く川に沿っているため傾斜も比較的緩くなっており途中各所に集落が開けている。現在は山梨県道18号上野原多摩山線が通るが道路不設時に鶴峠付近は切り通されておりまた斜面には 道路がつけられていて、かつて歩いて、峠を越えていた頃の面影は見られない。付近には、調査区間の運動などが残り、古くからの生活があった様子を伺うことができる。小菅村へ至る公共交通は主に JR 尾目線奥多摩駅から運行しているものの、東部の地域を除けば、上野原市の方が近いため、救急車など緊急用車用は、 鶴峠経由での運用があるになっている。鶴峠により隔てられた調査地区は同じ小菅村内で隣接する白沢地区よりも上野原市西原地区の方が近く約3トルで出ることができ、ここからは路線バスも毎日運行されている。また郵便物の配達も調査地区のみ上野原局担当、他の小菅村内は田山局担当となっている。なお、 調査区地区には、平安時代に建てられた国の重要文化財である、調査区観音堂がある、小菅村家バス富士急バス。ありがとうございます。